栄光市は、中華人民共和国領年小中南部に位置する地球市、経済技術開発区が設置されている。1858年の天津条約で、条約港に指定された急層が土砂の堆積で使用できなくなったため、1864年に栄光が条約港となり、両島湾唯一の港として、満州の大豆などの大欧州石港となった。その後、 南満州鉄道により大連が没効したため対日対欧州取引が衰退。英英は沿岸貿易港となった。改革開放後は経済技術開発区が作られ外資の投資を多く集めるに至っている。英英校市は両東半島西北部大量が川口左岸に位置し、西は北海湾に面する。北は両寧省板金市、東北から東は 安山市、南は大連市に接している。4四四四区に研究市を管轄する。両東省栄光市、両寧省栄光市、両南仙区、両寧省栄光市1988年、両東半島が経済技術開発区に指定されたため、栄光輸出加工区が設定され、さらに1992年に経済技術開発区となった。栄光開発区の投資国は主に、 アメリカ合衆国、日本、大韓民国などで、投資分野は精密機械、金属、プラスチックなどである。英航空韓国のインチョン港を結ぶフェリーが就航している。ドバで1年を通して気温は平均的にマイナス14度から28度に変化します。ありがとうございます。